8月17日水曜日のつながるニュース、杉並区のキーステーション高円寺駅南口駅前広場からお届けしています。さてここからは地域の気になる話題や今伝えたい情報を掘り下げてお伝えする深掘りトークのコーナーです。今日は杉並区高円寺で行われる東京高円寺阿波踊りについて深掘りします。お話ししてくださるのは東京高円寺阿波踊り振興協会理事長の川原さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですが、まずは川原さん自己紹介をお願いします。今ねおっしゃっていただいた通り、振興協会理事長を務めている川原、はい、はい、川原さんはお店ではどういったことをされてるんですか。このちょっと先 のパウ商店街の中ほどで豊木屋という店をやっておりまして、阿波踊り用品とかあと新聞を中心に、創業98年やっております。もう歴史があるお店ということなんですね、はい、ではまずは東京高円寺阿波踊りの様子を皆さんと一緒に VTR で見ていきましょう。ご覧ください。東日本最大と言われる東京高円寺阿波踊り、1957年に一つの商店街が始めた阿波踊りは60回以上の歴史を重ね、近年では2日間で1万人以上が踊る祭りに成長しました。参加するのは高円寺阿波踊り連協会に所属する連をはじめ、関東一円や本場徳島の踊り手たち、高円寺駅を挟んだ南北8つの演舞場を舞い踊ります。勇壮な男踊りや艶やかな女踊り、そして自慢の鳴り物で観客を魅了。沿道の観客から大きな声援が上がり、杉並の夏、東京の夏を彩る大イベントです。さあそれにしてももうすごい熱気で人すごいですね。そうですね、3年前までは本当この、ね、駅前の広場を中心に、2日間に100万人という人がね観客が来ていただいたので、ほとんど人は阿波踊りが見えない、音しか聞こえないような状態だったと思うんですけどね、はい、そのくらい大勢の方でにぎわいを見せるということなんですね、はい、さあそんな中今年の東京高円寺阿波踊りについて教えていただけますか。はい、ご承知の通り2年前 のコロナの影響で、去年と一昨年阿波踊りができませんでした。今年はねまだまだまだコロナの感染が落ち着いたわけではないんですけども、ただもう3年もやっていませんと事業の継続というかそういったのができなくなるので、なんとか3年前と同じような規模で阿波踊りを実施しようと考えていたんですけども、ちょっとコロナの収束がまだ見通せないということで、これから感染状況も大変ですし、その対策もなかなか打てないもんですから、ザ・高円寺新浪芸術会館の舞台での踊り2日間開催することに決定いたしました。はい、さあ2日間で開催されるということなんですが、東京高円寺阿波踊り、そもそも始まりはどういった形で始まったんでしょうか。はい、昭和32年ですね、先ほど申し上げた高円寺パル商店街に20代、30代、40代の若手が青年部を作りまして、多分32年の8月15日におそらく30人ぐらいが集まってお酒を飲んでどんちゃん騒ぎしたと思うんですね。その中でなんとかなんか やろうじゃないかと、その数年前に阿佐ヶ谷で、隣の阿佐ヶ谷の商店街で七夕をやってたもんですから、そして阿佐ヶ谷の七夕が始まると高円寺商店街閑散としちゃうんで、なんか対抗するものがないかということで、高円寺長老の人が、昔徳島に阿波踊りというものがあるから、それなら広場がなくても細い商店街だけでもできるというようなことを聞きつけて、始めたんですけど、今のように SNS がね発達してるわけじゃないから見たこともないんで、なんかわけのわかんない踊りを踊ったんで、それを阿波踊りと名前をつけるのはおこがましいということで、最初は高円寺バカ踊りという名前で何年かやっておりました、はい、そこから形を変えていったということなんですね。大体10年ぐらい経ってですね、昭和40年代初め、これ電車見えますけど、見えました、中央線が高架化されたの、そうすると踏切がなくなりまして北口の商店街というのを自由に行き来ができるようになったの、あとここにあるように区画整理で道路が拡張されましてね、で演舞場が広くなった、
それによって、まあ、参加する人たちも増えてきたし、観客もね、増えて今でいう100万人になったんですけど、それが、まあ、第10回大会前年からですね、それが、まあ、この商店街、阿波踊りがこう大きくなった一番のきっかけだと思うんですけどね。勢いを見せるこちらのお祭りなんですが、今年は舞台で行われるということなんですが、今までもザ・高円寺の舞台で公演したことあると思うんですが、違いっていうのはどんなところにあるんでしょうか。まあ、路上で踊るのは流し踊りっていうか、ずっとどん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 こう歩いて、まあ、踊りながら流していくわけですけど、舞台の踊りというのは限られたスペースで、男踊り女踊り鳴り物がいろいろ掛け合いながら、間近でね、お客さんに見てもらうんで、迫力も一番よく感じると思うんで、また流し踊りと舞台踊りっていうのはまた見る目がね、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。また今年はそのプロジェクションマッピングの演出もあるというふうに伺いましたが。そうですね、まあ各連ともね、練習場所がなかったり、練習する時間がね、コロナの関係でまだ取れなかったんですけども、その中でまあ皆さん苦労をしながらですね、各連各々 その個性を出すような練習をして皆さんに見てもらうと、何しろ阿波踊り練習してもね、見てもらわなければ全然ね、やった意味がないんで、皆さんその舞台踊りに楽しみにしてると思いますね。それとまあ舞台でもね、ザ1とザ2で、まあ、ザ1の方はもう桟敷みたいなのを作って流し踊りを再現するような踊りもやる予定でいます。阿波踊りって見てるだけでも楽しいんですけれども、特にこういったところを見るとより楽しくなるよっていう、そういったポイントありましたら教えてください。まあ、さっきも、ね、話した通り、その鳴り物とその踊りの掛け合いとかね、あとお客さんとの、まあ、こうなんていうの、見てる人がそこで大きな拍手いただくとね、踊りがもう乗ってきますから、声は出せないんですけど、大きな拍手をねいただければありがたいなと思ってるんですよね。みんなで一体となって盛り上がっていきたいですね。そうですね、はい、では最後にもう一度舞台公演のお知らせをお願いします。はい、8月の27、28両日ですね、近くにありますザ・高円寺杉並芸術会館の2つの舞台を、使用してですね、流し踊りと舞台踊り、行います。今チケットもね、ザ・高円寺の方で発売しておりますので、だいぶチケット売れちゃって、なかなか残りが少ないようですので、早めに買っていただければと思います。そして今回のザ・高円寺での演舞については、J-COM でも特別番組として放送いたします。放送は杉並、中野のエリア限定となりますが、地域情報アプリドローカルでは、どの地域の皆さんもご視聴いただけます。町と人が紡ぐ夏の風物詩、2022東京高円寺阿波踊りと題しまして、27日土曜日午前10時50分スタートとなります。そちらもぜひご覧ください。さあ川原さん、はい、今日は忙しい中どうもありがとうございました。引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、以上深掘りトークのコーナーでした。ではここで一旦お知らせです。